こんな大きいので泳がせってやっぱあれですね、ドラマありますね。ロマンですよ、ロマン。さっきの結構でかかったですからね。なんかすごかったっすね。釣ったやつ食べた感じしよったっすね。なんかそんな感じしますね。あ、釣ったかも。さあ、回したいと思います。はい。おおおおお、まだすぐ早合わせしないでください。はいはい。やばい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 。まだかまだか。合わせていいですか。やばい、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 やばい。よっしゃ、なにこれ。あー、頑張って、ササロクさん。シリクス、やばさあ、来ました。おお、寄ってきた、寄ってきた。急に食ったモンスター。おお、緑まで上がってきたよ。すごい、誓ってるよ。頑張ってください、ササロクさん。腰痛いよ、ササロクさん。腰痛い。大きい車にいいかもしれないしね。うん、分かんないっすよ、分かんないっすよ。なんか割れてるけど、なんか割れてるけど、分かんないっすよ。ピシューって言ったっすね。これもしかしてさ、あ、サササロさん頑張れ。さあ、もしかしてさ、さ、さ、雨かな、分からんよ。サンサロクさん。もしかしてさ、ハイサイバーの初っすよ。ハイサイバーの初、待って、プレッシャー、プレッシャー。こんなでかいのはハイサイバーの初っすよ。おじさん、デカブツおじさんを飲み込む何かがいるわ。さあ、そのおじさんを釣ったのは、はい、こうちゃん、ありがとう。やばい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 、えぐい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 、釣れちゃうよ、腕。大丈夫っすか。なんか竿が逆なってるっすね。大丈夫っすか。あの、たまにはあの逆向きもいいかなっていう気分転換ですね。うん、効かないっすよね。交代します。任しちゃっていいっすか。じゃあ、全員で開けるぞ。やばい、やばい、腰痛が。やだ。全員で開ける、開けるぞの回。あ、リーダー見えた。本当に残り5メーターと言われた。さあ、どうだ。本当に残り5メーターじゃないですか。これ、こんな楽していいの。みんなで開けた方がね。ここからだよね。ここからみんなで開けた方が、ハイサイマルの歴史になる。さあ、ムムムさん頑張れ。そうですよね。でけえ。でけえ。ワイヤーじゃないから。でかいよ、これ。ワイヤーじゃないから怖っ。でもね、よく上がったっすね。なんかあの、昔の変な思い出が蘇ってきた。なんすか、何かあったっすか。あの船べりで切れたやつ。船べりで切れた、ありましたね、そういう思い出が。怖っ。でかっ。ワイヤーじゃないとね、船べりに来た時にサメが回転して歯が切れるんですよ、歯で当たって。姿現してきた。ピエロさん、ちょっと遠目からこれ、あの、やってもらっていいですか。こいつすごいよ、サンサーロクさん。どうした。あげたらわかる。あげたらわかる。あげたらわかる。ちょっと待って、それ、あげないといけないってことでしょ。やばまあ、近くまでね。なんでこんな責任重大な時に渡すのかな。しかも、これ今回転するっすよ、回転。最後の面で回転したら一発で切れる、口で。やばい、やばい、頑張れ。なんかこれちょっとやめてもらっていいですか。伝説の漁師頑張れたー。やばった、びっくりした。やばい、おめでとう。ちょっと交代してもらっていいですか。俺がやって切れたら最悪です。さあ、全員で、もう全員で頑張ろうの回ですね。さあ、はい、回さないように気をつけてね。こう、サメの口って、はい、ここに多分こうかかってるんですけど、今、はい、これがこう回転した時にこうナイロン噛んで切るんですよ。あ、なるほど。これを切らないようにこう回しながら上げてくるんです。すごい。いけー。うわー、やばいやばい。うわー、後ろに行く。やばい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 。やばー、上がってきたのにまた行く。いけー。ピーロピーロ、ちょっと待って。俺一生懸命巻いたのに、ちょっとそういうのやめてもらって。巻いたのにすぐ行く。やば、すごいね、モンスター。モンスターだよ、モンスター来たよ。泳がせて。これ何キロぐらいあるかな。100キロ絶対超えるでしょ。うん、でかそう。はぁ、あ、でかどうしたの、ピーター。疲れた疲れた疲れた。
量だったらすぐ切るんですけどね。絶対切るしね。量だったらあの手袋つけてそのままタグって。ああ走ろうとした。走ろうとした。こっからきつい。きついきつい。腰痛い。腰痛い。こうちゃん交代した。ガチ腰痛いじゃないですか。全員全員交代。こうちゃん一番若い。こうちゃん。こうちゃん。頑張れ20代。頑張れ20代。20代頑張れ。20代。ああ気持ちいい。うん。わあ20代の腰の入りが違うですね。この腰。皆さん見てください。ああいいね。もういいね。いいね。なんかこの辺かっこいいね、この辺。めっちゃやりにくい。いや、この辺のみんな見てください、この剣の筋肉ね。こちゃん、ザリガニジャイケンする？こう。いや鍛えたとくの邪魔しないであげたいんすか、あげたいんすか。はい、どうも。じゃあ行け。あげますよ。おお、うわ、あげますよ。きたー。あげますよ、こうちゃん。お、近い、近い。近い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 。うわぁ、でが絶対また危ない。こっからが、こっからが危ない。絶対また走る。でけえこいつマジ。でかっ。でかい。朝場にいていれる。来たぜ、ハイサイマル史上一番大きいやつ。やば、化け物。よっしゃ、縦になったら逆角してもいいよ。ヒーローもう逆角。空気入れたい、空気入れたい。魚に本物持ってるならズボン履いとけばよかった。大丈夫か、浮かしきれるか。おお、来い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 。あーやば、めっちゃ危な、降りててよかった。やばいやばい、尻尾気をつけてね、叩かれた骨。尻尾やばいな。やばいっすね。すげーよ、サメのガッツはすげえや。交代する？交代する？誰か。交代する。ちょっと心折れた、20m 走って。顔が今もうマジだったね、今。10m だったわ。今20行かれたから。今本当にマジだったな、おばちゃん。やば。さあピーローさんも。なんで、すごいよね、こんな表層に来たのにまた潜るんだぜ、すごいわ。これあれっすね、はい、かかってる相手が分かるから変わりたくないっすね。ここまで体犠牲にする。頑張れないっすよ。頑張れないっすね。2倍と思えば大丈夫だよ、2倍。頑張ろうぜ。2倍かも、ピーローさん、まだ、はい、ザリガネ、まだ希望はある、うん、俺たちはな、ザリガネから始まったこのストーリーだからな。終わった後にはピースで終わろうぜ。確かに。好きな人が。俺が持ってから2人でやります。そうだね、いいですか、気をつけてるし、はい、いいですか、いいぞ、はい、回転させないで、回転させないで、OK です。しまって、6万で。よいしょ、でかっ、これでかいっすね。これミスった。やばい、あっち向いて。よっしゃ、ピーローさんの分からせヘッティング入った。来た、分からした。よっしゃ、死にかんだ、やばいな。手芸を飲みよう、こいつでかいっすね。でかい、太い、え、最後大きいからな。もうちょっと浮かしてみる。はい、やば、自分だと思うから。
ちに反対がある。オッケーオッケーオッケー、はい、痛い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 、よし、よし、よし、ジガさん、ジガさん絶対取る、来た、でかい、死にかん切りに針がかりするっすね。ね、うん、誰かフッキング上手い人がいる。え、僕でへっ、よし、いいよ、腕欲しいって皆さん、顔変わる、皆さん、俺と変わります、ね、腕欲しいって休憩しても大丈夫だ、ちょっと休憩しようかこっちが楽かも、よし、悔い、まず尻尾をジャブで浮かして髪通したい、入ったぞ。いや、針飛んでこないでしょって、口にやっかけてる、今いいよ、思いっきり、よっしゃ、ちょっと前よとか、はい、みんな深呼吸、深呼吸いろいろ体ボロボロすけど、いろいろボロボロだね、はい、いいか、よく片方から上げます、両方上げます、できたら本当は頭からの方がいい、ヒーローの一番重いからね、いいっすか、いきますよ、はい、せーの、やばい、ダメージきた、ダメージきた、やばい、全員腰が、ダメージきた、全員腰が今、腰が今なんか、やばい、なんかあの今みんな激痛が沈んだ、なんかなろうと聞こえたね今、なんか、うん、腰が砕けろと聞こえたね今、しかも目の前であの花火が上がった怖っ、怖い一気に貧血起こすもう口の中カピカピになってるもうちょっとなんか飲みたい尻尾3人で引っ張ったらどうすか、ちょっと待って、ギャップ1本はあれだな、結構大変だね、これこっち登ってから上がるか、上げるその方がいいな、こっちの片手にあったら上がらないね、真っ縦に上げて押せる、それでいってますか、逃げ道確保しましょう、いいですか、ちょっと離して、はい、いいです、やばいやばい、逃げ道確保、逃げ道、ここ一人だけ倒れたもん、もしかしたら、どうすか、怖い、二人多分怖いっす、怖い、じゃあこっちロープピーロー持ってる、あ、でも分から、上げ切れるから、それともこれお腹にずらす、一回やってみますか、やってみる、尻尾でもいいから上がったら尻尾で引っ張ってみるか、ピーローと行ってみますか、はい、行きますよ、ちょっと待てよ、はい、OK、いいよ、はい、せーの、あーっしゃ、見よい、目だ、目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 、じゃあ俺も行こうか、そっち、これやばい、4名だろ、ごめん、ごめん、4名だろ、これ、紐の方2人も、2人、オッケー、どこに紐持つ、前かもね、自殺さんの奥さんこっち持ってもらって、いや、ピーローさんその棒を多分持ちに行くんですよ、死によう、あとはすでに重いんだけど、はい、はい、せーの、はい、痛い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 、死に痛い、痛い、引っ張って帰りましょう、やばい、引っ張る、引っ張りますか、引っ張るか、怖いんだけど。死に重い。
か。どうすればいいですか。はい、いきますよ。せーの、せーの、せーの、せーの。待って。うわ、やば。おお、来た。そのまま引っ張れないですか、コウちゃんさんたちのところ。頭上、上がって下がって下げて。せーの。よっしゃ。わし。うわ。やば。上がった。上がった。やったー、やったー、やったー、でかーこれ、でかー。尻尾離しましょうね。さあ、サメが船に上げられた。でかい。わーお、針バッチリですね、フッキング。人よりある、うん、サイズ全然俺たちよりでかいな。ジョイより重いかもしれない。言ったよりでかかった。俺たちのジョイは120キロあるけど、明らかにジョイより重いサイズだこいつは。ジョイさんに勝った。俺なんか、うん、ジョイに勝った。こちら一回こっちにしましょうね。おら、師匠、師匠叩かれた。やっぱちょっと俺手伝いないな。うちの師匠サメにやられたっすね。こんなやってみるとマジででかい。ペットボトルがこんなに小さくなる。やば、ついにハイサイマルにサメが上がってしまった。サメ上がりましたね。でかい。ハイサイマルはサメとも戦いますね。怖っ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事上がりました。この巨大サメですね。じゃあ港に戻りますか。はい、こいつは持ち帰ります。はい、はい、ということでね、着きました。はい、到着ですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、港に着いて、はい、我々みんなで引き上げた、ハイサイマルで引き上げたサメですね。はい、こちら、 こちらで、なんと、はい、聞きつけてみんな来てくれたんですよ。いや、お疲れです。強制的に呼ばれました。あ、お疲れ。強制的に呼ばれました。怖いな、叩かないでください。すごい映りました。叩かないでください。ショタディもいる。ショタディ、え、宮古からもしかして聞きつけて。宮古からサメ釣ったと聞きつけてました。山田サメ担当。はい、サメ担当、サメ担当。師匠は最初、ヘルプ必要というから教師 TV 一人だけ連れて行こうかなと思って。いやいや、何でしょ、何でしょ。握手うーん。聞いてるよって話。初対面じゃない。お前ダメだよ。師匠、サメ、さっきのシビのリアクションは、うん、やばい。やばいって言うなってた。うん、やばいって。今、うん、ダメ。うん、サメ。めっちゃめっちゃ、うん、やばいって聞こえた。何キロぐらいあるかな。100キロは上で行くはず。あ、100キロは上ありそう。ひっちゃん、ひっちゃんが結んだ、うん、あの、あるよ、PR ノットだよ。マジでそのまま使った。あ、そのまま使った。うん、これせっかく人数いるんで、引き上げますか、これ。どっから引き上げようかな。じゃあ、僕らも見たってことだし、帰りますか。いや、帰るんじゃないか。な何しに来たの。手伝いに、手伝ってくださいよ。大きかったですね。また、またこの、この車で運ぶ。シャトルで運ぶ。うん、誰がいいんじゃない、これ。シャトル行く。シャトル、第2弾シャトル行く。シャトルで行った方がいいよ。シャトルで行くか。じゃあこのミニサイズのサメは。じゃあまたお世話になるか、これ。シャトルお世話になってるから、これ、うん、はい、これサメコンあるからな、サメコン。サメを乗せた後。ここら辺とか、ザラバットザラザラ、こっちザラ。あ、ハイエースか、あれ。あ、これ、これ、これ、こっち、これ。これもだよ。これか。これこれ初代じゃない。あ、ハイエースが初代。これ乗せた時、俺いたもん。あ、へこんでるさ。へこんでる、これ。サメ、サメ
またシャトル、シャトル行く、うん、シャトル行くか、ダイヤツシャトルじゃん、ダイヤツダイヤツシャトルにしようか。はい、あ、今からね、サメをね、陸に上げたいと思います。で、偶然にも、フォークリフト買ったんですよ。はい、漁協のフォークリフトですね。こちらでちょっとね、上げてもらいます。すごいな、どこのラウンドワンにもこういう UFO キャッチャーねえだろ。UFO キャッチャーではないよ。引っかかる？いい感じ、いい感じ。どうかな？上がった。バック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 。引っ張ってまた上で結び直しましょう。どうだ、はい、オッケー、今、ゲッチャーが引っ張ってくれてます。引っ張って、ハルさん、もっと前、もっと前、もっと前、もっともっともっと、オッケー、パンチ下ろして、私、許されてきた。頭が、気持ちお前、もうちょっと上げ、上げて、ハロー、気持ちお前、上げてから、ひれ、もうちょっと上げて、ハロー、気持ちお前、上げてから、ひれ、ひれ、いい感じ、いいじゃん、いい感じ。ちょい下げ、ちょい下げ、バック OK。 ヒレこっちに引っ掛ける。今、後ろシャークミサイルならシャークミサイルよりはいいんじゃないですか。そうっすね、シールさん引っ張ってもらっていいですか。よし、もらったか、フィットした、フィットした、完成しました、シャトレーです。死にへこんでる。無事乗りましたね。あとはこれちょっと結んできますか。大きく曲がるたびに尻尾が尻尾振るんだろうな。じゃあこのシャトレーで、はい、はい、今から事務所戻りますか。はいはい、戻ります。関係者とは思われないように離れて走ろうぜ。車5台ぐらい離そうぜ。危ない危ない。無事積み終わりましたね。積み終わりましたね。みんなのおかげで本当に、いや今回は本当にザリガニからまあ魚釣ってね、こうちゃんがおじさん釣って、はい、それがサメに化けましたからね。はい、大成功ですね。大成功ですね。ね、嬉しい。ハイサイマルっていうのがまた嬉しいですね。そうですね、ハイサイマルにとっても初めてですね。初めてですね、初めてのサメ。ピエロさんがポイントに綺麗に止めてくれて、たまたまっすね。いやいやいや、そんなことないですよ。去年と比べてもやっぱピエロさんパワーアップしてますか。パワーアップしてるっす。わー、確実にポイントを一発でつけれるぐらいですからね。ポイントもかなり知ってて、もう俺もれさんが全然もう今相当うまいよ。ポイント博士、ポイント博士。俺半分寝てたっすから。じゃあ事務所戻ります。はい、はい、はい。事務所に到着。はい、事務所に到着。そしてサメを美味しく食うために、はい、こちらのテイトラっすね。テイトラに氷巻いてます。今日はちょっとね、あの調理ができないんで、明日、明日か、はい、朝やろうかなと思ってますね。いやー、いやすごい、すごい、夜になってきてなんかね。それでは氷は、はい、出てきます。はい、ということでね、サメの氷漬けの完成ですね。はい、これでね、ちょっと明日まで、この置きたいと思います。明日から、料理ですね。あ、これがどういう料理になるのか、はい、どういう風にね、これが解体されるのか、お楽しみに。川職人呼んだんで、スペシャルゲスト、はい、ちょっといいですか。匂いが、匂いがある魚って何にします。よく大体酒とかつけて臭み取るんじゃない。そうそうですね、酒つけて臭み取ったり、酒で洗ったり、バター焼きしたり。いくぜ、おー。